浜名湖の潮干狩りのルールが変わります。浜名漁協は今日、深刻な不漁が続くアサリの捕獲について、一般向けのルールを変更することを発表しました。近年の資源悪化のに対応する、少しバランスを取りながら今回の、ルールの設定になったわけです。浜名漁協は今日、来月から一般向けのアサリの捕獲のルールをおよそ20年ぶりに変更すると発表しました。浜名湖です。現在のルールではアサリを取っている量は1人1日2キロ以下までとなっています。今日、浜名漁協が発表した主なルールの変更点は、1日あたりの1人の捕獲量を1キログラム以下とすること、捕獲期間を3月1日から8月31日に限定することです。浜名湖で一般向けのアサリの捕獲に禁止期間が設けられるのは初めてです。一般の方々の採捕を、ある範囲の中で認めていくことは今後も変わらないわけなんですけれども、そういった意味で言うと、それはアサリの資源があってこそということなので、資源の、大切さということを理解していただきたいなと思ってます。ルール変更の背景にはアサリ資源の減少があります。2008年から今年までの浜名湖でのアサリの漁獲量です。最も多かった2009年の6000トンと比べ、現在は220トンとおよそ30分の1にまで減少しています。この原因は外来生物や赤潮などの影響と推定されていて、漁業従業者も来月は浜名湖全域でアサリ漁を禁止する予定です。資源減少に伴って観光客も遠ざかっている浜名湖。観光業界は今回の制限に複雑な思いを抱えています。大変残念には思いますが、皆さん漁協の人たちが、知恵を絞ってですね、みんないろいろ考えていただいた結果でございますので、仕方なく思っております。浜名漁協はこの変更されたルールを来年以降もしばらくは維持していく考えです。